広橋教皇は、鎌倉時代中期の苦行。広橋常光は、室町期の加盟を過去訴求的に適用したもので、同時代には、家の工事教皇と称した。県中納言、広橋来助の長男。かには、聖人、民部教、県中納言。日記、民教期の著者。以下、苦行部人と、尊辟文脈の内容に従って記述する。 憲法6年11月16日、東宮蔵人に補えされる。上級3年1月9日、国葬院学問了。4月20日、蔵人に補えされる。同年7月9日、蔵人を止められる。上級4年1月6日、文書を特要制となる。上王2年1月27日、稲葉書上を兼ねる。2月7日、検索。 式部大介中輪が門を行った。同月9日に判がある。3月1日、除釈される。4月7日、事務所有に任せられる。軽く2年7月7日、昇殿を許される。安定2年4月20日、15以上に少女。9月16日、蔵人に補いされる。歓喜元年10月5日、生後石下に少女。歓喜3年10月28日。 東宮兼大臣を兼ねる。上映元年10月4日、蔵人に補いされる。天福元年1月28日、右小弁に任ぜられる。事務所有を止め、蔵人は、元のごとし。12月15日、江門ン助を兼ねる。蔵人と、右小弁は、元のごとし。天福2年4月2日、三色を辞した。家庭2年2月30日、父。 大輔が皇居下に服す。5月6日にまたまかし、12月19日には、左小便に任せられる。家庭3年1月24日、県宇宙便に転任し、14位下に少女。家庭4年うるう2月27日、宇宙便に転任。3月29日には、14位上に少女。4月6日、蔵東大寺長官に補いされ。 同月20日には、左中弁に転任。同月29日には、卒分投稿等となす。5月23日には、左宮城氏となす。7月20日には、右大弁に転任。蔵東大寺長官と、左宮城氏は、元のご年。炎鉱元年1月24日、阿波ごん盛りを兼ねる。同月27日には、聖四下二少女。十一月六日に、 倉人頭に補えされる。忍字2年2月1日、三義に忍ぜられ、同日中に左大弁に転任。また同月8日には影湯長官を兼ねる。10月13日に13位に除される。忍字4年2月2日、さぬきごんもりを兼ねる。寛任2年1月5日、肖像くらいに少女。法事元年12月8日、県中納言に忍ぜられる。 法治2年10月29日、県中ナ言を自死十二位に少女。県庁7年1月5日、正二位に少女。文王元年9月8日、民部教に任せられる。文英11年4月15日、正二位民部教に在任のまま皇居。教皇が残した日記、民教記は鎌倉時代の重要資料として知られている。教皇15歳の時からの自筆原本が残っている。 ことでも知られるが、藤川伊によると直線和歌集、特に、俗古今和歌集成立に関して詳細な記述が、伝わっている。九条元家が父、義経の先例に習って、俗古今和歌集の彼女を書くよう命が下ったことなど、教皇が、文学的な側面に詳しかったと、藤川は明らかにしている。ありがとうございます。